はい、128漢方処方分析、今日は78番魔境翼関東に行きたいと思います。魔境翼関東一行解説、右の上は魔境関石等の石膏を翼陰に変えた薬とあります。魔境関石等、魔境翼関東でもいいですけども、魔境翼関東の翼陰を軽視に変えると、ね、魔境関係等にすると、それ魔王等ですから、ね、魔王等と1個違うだけです。魔王等の経費が翼陰に変わったのが魔境翼関東です。構成種薬4つ、翼陰魔王強忍肝臓、ね、15分類は魔王剤にだけ当てはまります。翼陰があれば抗炎症作用と類推できます。魔王があるんで簡易版は1点、精密版は魔王はプラス2点です。で、推に該当するものしかありません、ね、翼陰強忍と気血水の決め方はぜひこれ買って読んでくださいね。結構きれいに書いてありますので、お願いします。で、翼陰があれば小腰病気に該当します。保険病名、関節痛、神経痛、筋肉痛、ね、みんな痛みに効くように書いてあります。まあ魔王があれば痛み止めか急石用と理解してますからね、合ってると思います。こんな症状にもイボ、脂漏性湿疹、不景、急性発熱性疾患、風邪、咳などにも使います。ルールからイメージできる典型的患者像ね。魔境翼関東は78番、魔王強忍翼陰肝臓からなり、生薬の名前をそれぞれ与えられた漢方薬のである。よって分類チャートからは魔王剤に分類される。生薬の方向性からは翼陰があるので抗炎症作用と分かる。虚実スコアは魔王があるので簡易版では1点、精密版では2点となる。関節はファーストステップ、セカンドステップとも該当する生薬がなく中間となる。腹部に特別な所見はない。6病位は翼陰があるので小予病となる。よって舌は白く、脈は中間となるというのが典型的なイメージです。ワンポイントアドバイス、魔境翼関東から翼陰を抜いて石膏を加えたものが魔境関石と55番である。魔境翼関東には冷やす作用が強い石膏がなく、一方で痛みを止める翼陰があると理解すると2つの違い、ね、魔境翼関東と魔境関石との違いが理解できると思います。翼陰は抗炎症作用があり皮膚病にも有効です。翼陰を含む漢方薬は魔境翼関東のほかに翼陰等と軽視伏量眼科翼陰があります。まあ、結構イボが取れるんですね。原点は魔境翼関東も近畿要略講義の召喚論で、編纂者は超中継です。浅田総博は何と言っているか、都合薬質法関決でこう言っています。魔境翼関東は風質が流れ注いで、ね、風質の流中って書いてあります。痛みが取れないものを治す。概してこの症状は風質が皮膚にあって関節には至っていない状態で、発熱、身体等とするものに効く。この処方で強く発汗すべきである。より重い症状では名医師匠の翼陰等が適用である。まあ、ぜひ魔境翼関東も試してくださいね。魔王剤で翼陰が入っている漢方薬という立ち位置でいいかと思っています。はい、128漢方処方分析、今回は78番ね、魔境翼関東でした。以上です。